はい、こんにちは、プロトリックチャンネルです。今日はですね、クリプターサスが入ってきました。かなりですね、色を綺麗に発色した、個体のものがたくさん入ってきたので、ちょっと取り上げてみようかなと思いました。これクリプターサスのノビスターといって一番赤みが強くなるようなものですね。まあ、ただこの赤みもあんまり暗いところに置いちゃうと、色が薄くなってきてしまうので、直射日光でなくてはなくていいんですけれども、できるだけ日にしっかり当ててあげて光合成して、させてあげるという、その結果こういうふうに発色が良くなってくるっていうことなので、まあ、お部屋の中、あるいは軒下とかでもいいんですけれども、柔らかい光がですね、直射日光ではない柔らかい光が、まあ、当たるようなところ、室内であればレースのカーテン越しぐらいの明るさですね、外であれば午前中いっぱい日が当たって午後からは日陰になるような場所、そういった場所を置いてあげると割と綺麗に維持できるんじゃないかなと思います。でこれ植え込みしてあるんですけれども、まあ、あとはいろいろ流木とかに活着させたりヘゴ板にくっつけたりして遊ぶこともできますね。まあ、エアプランツ感覚で育てていただいても、十分に育ってくれますので、割と使い勝手はいい植物かなと思います。で、まあ、基本的には、お水やりも、ちょっと葉っぱにシワが寄ってきたかなって思うぐらいで、お水あげていただくぐらいで十分ですので、まあ、かなり頑丈な植物ですので、いろいろ種類もあります。それから発色もすごい、よくいい個体ですので、ぜひお店で一度ご覧いただければと思います。